皆さんこんにちは、フジロクです。よろしくお願いいたします。今日は美味しい唐揚げをお友達と一緒に作っていきたいと思います。美味しい唐揚げって皆さん多分想像しているのは秘伝のタレがあるんじゃないかなとか、なんか特別な裏技があるんじゃないかなと思ってらっしゃる方非常に多いんですけども、美味しい唐揚げの一番大事なこと、それは丁寧な下処理なんですね。今日はその丁寧な下処理とはどういうことか、その下処理をするとどういう風に良くなって、そして味が染み込むのか、どんな風に美味しく変わるのかっていうのをお友達と一緒に詳しく解説していきたいと思います。唐揚げめっちゃくちゃ美味しいので、ぜひ私の丁寧な下処理が実はね魔法の一つなので、この魔法を覚えて美味しい唐揚げをご自宅で作ってみてください。それではレッスンスタート。はい、では今日は美味しい唐揚げを作っていきたいと思います。用意するのは鶏のこちらもも肉ですね。私が使ってるのは阿波踊りというね、徳島県のちょっと鶏なんですが、あ、ちょっとね文字が切れてるんですが、阿波踊りですね。はい、阿波に尾っぽの鶏で、阿波踊りのもも肉を今日は使っていきます。はい、で鶏肉これ1枚で買うことをまずおすすめします。それは理由は、理由は鶏肉というのはこのまま使えないからです。お掃除をします。下処理ですね。鶏肉をこうやってまずこっちの皮の方から掃除するんですけど、掃除っていうのは業界用語で下処理のこと掃除というんですが、はい、この鶏皮の後ろのとこペロってめくってもらったら分かります、この黄色いとこ、うんうんうん、これいらないです。うん、ここもペロッとめくってください。これ黄色いの、これがぬるぬるっとして臭いです、うん、だから、うん、まずはここのペロッとちょっとめくってもらったら黄色いこのね、うん、塊があるのでこれを取ります。これいらない、これ臭いんですよ。へー、鶏肉嫌いな人とかでこれが苦手ですね。私もあんまり好きじゃないです、外で食べる唐揚げは。自分で食べた方が、自分で作って食べるのが美味しい。ここ今綺麗になりましたね、うんうん、次こっち行きましょうか。ここもペロってめくってもらうと、こう皮にね一緒にひっついてることが多い、うん、これもちょっとグッと引っ張ってもらったりすると、うん、これいらない。で鶏肉買ったら違うめくってもらったここに、めっちゃついとる、これ全部いらない、すごい。これをね皮だと思ってる人多いんですけど、これ油なんで、この黄色い大きな脂肪は取ります、うん、ほら今までこれ全部食べてるんですよ、うん、これ、うん、これもいらないですね。油なんや、油で臭みがあるから、特にこれペロッと今めくりましたけど、ほらここ分かるかな、これ全部いらない。これこっちは皮です、これいらない。色が一緒やから見分けが難しかったし、ちょっと近くで見たらわかるかな。本当や、これ臭いしぬるぬるするし、はい、あとやっぱり味が染み込みにくい、ここはだから唐揚げしてもなんかしっかりこうなんていうの、旨味にならないとか、うん、いっぱい醤油とか調味料入れるのに味がつかない、うん、だからケチャップマヨネーズいっぱいつけちゃう人とかもいるけど、うん、お掃除してないです、そもそも。唐揚げの大きなそのポイントで、なんか秘伝のタレがあるとかじゃなくて、いかにお掃除をきれいに丁寧にしたかっていうのがすごく大事なポイント。なるほど、はい、ね、どんどん汚いのが取れてきたでしょ。はい、大体まあここちょっときれいになりました、はい、こっちもきれいになりました、はい、こことかはあんまりついてないのでじゃあこっちいきます、はい、こっちも同じように、これよく見たらここ隠れてるんですよ、脂肪って。こうちょっと包丁で開きますね、皮下脂肪みたいな感じで、ここの中にめちゃめちゃ隠れてる、ここに白い部分がありますよね、これがいらないので取っていきますね。ここ、うん、ここに包丁を入れて、でこうやって取ってしまうと手を切ってしまうことがあるので、包丁が向こう側ですね、うん、包丁を向こう側にクスッと入れる、うん、まずは向こうに切る、うん、そしたらこう持つことができるんで、はい、こうで持ってこういう風に、これこれをみんなずっと食べてるんですよ、こんな
ドロッとしたものを、脂肪を、脂肪とか、あとはちょっとここにあるこの白い筋、うんうんうん、これも関節みたいなものでちょっと筋がこう口に残ったりすることもあるので、うんうんうん、できるだけ取ります。まあ、油は絶対取ってほしいけど、これは取り除くのがすごくちょっと難しくって、うん、結構この鳥のお掃除するときぬるっと滑って手をね切っちゃう人すごく多いので気をつけて取ってください、うん、ここにもいっぱいあるこの白い全部筋のここね、これとかも包丁をグッと向こう側に入れてあげて取ると、こんな感じ、これも取ってあげます。このちょっと白い塊、うん、取るとこれ全部するんですよ。こんなんや結構だからね、唐揚げを私もあの旦那さんが食べたいって言ったらえっていう、この作業するのすごいめんどくさいんで、うん、でさっき言ってたあのスーパーでね、うん、あのちっちゃいのしか買わないって人切ってくれてるやつね、はい、してないんですね掃除を、うん、してないです。スーパーのお肉で掃除してるお肉なんか絶対ないので、うん、だから、うん、ちっちゃく切られてるやつって逆にちっちゃくて掃除しにくい、うん、だから大きいのを買って大きいのを掃除して自分で切った方がいいですね、うん、あこことかも分かるかな、めっちゃある、こう一見全然見えないでしょ、開きますね、めっちゃ隠れてるんですよ、こういうのとかっていうのは全然気づけないので、うん、自分でお掃除するしかない、ここねめっちゃ隠れてる、そう、これがぬるっとして気持ち悪い、ちょっと引くでしょ、びっくりした正直、うん、皮下脂肪って私もこうなってるのかな、なってる人間も、ここが美味しくないんで頑張ってこの黄色いの全部取ってください、近くれてる、めちゃめちゃね隠れてて、ちょっとねこう切るの難しいんですよ、鶏肉滑っちゃうので、うん、手を、ね、切らないようにだけ気をつけてください。で全部あの鶏の肉がピンクになるまで取るってなると、うん、すごい難しいしあのほどけてくるので大体でいいです、うんうん、大体でいいけど大きな黄色いのは取ってあげた方がいいですね、うん、何回も何回もこうやって見てあげて、ちょっと硬いこう指で触って、うん、あちょっとここ筋っぽいなっていうやつも切っていいです、こうやって、うんうん、もう黄色いやつだけじゃなくてちょっと硬い筋みたいなやつ、あ、ここ分かる、これねあの鶏肉のさっきあった黄色い部分大体取ったね、うんうん、白い部分取ったね、はい、変ななんかね硬い関節っていうのが大体こことここのどっかにあるんですよ、関節このお肉の硬いやつ、ここ触っていって柔らかい柔らかい、大体こことかここに硬いのがあるんです、ちょっと触ってもらいましょう、ここにあるから触って、柔らかい柔らかい、これ硬、何これ、うん、そう絶対、うん、あのお肉ついてるので噛み切れないやつがついてるんです、うん、なのであのお肉をお掃除するときに油を取る、白い筋取る、あと関節が大体ここについてるのでこの3つはね気をつけた方がいいですよ。でちょっと取りにくかったりします、うん、はい、あ、なくなった、触ってもらっていいですか、あ、もう消えました、はい、はい、見にくいんですけど軟骨みたいな、うん、ちょっとコリッとした硬いのがついてて、これは食べた時に噛み切れない、うん、硬かったでしょ、硬かった、あれはねちょっとね噛み切れないぐらい硬いので取った方がいいです、うん、あとはもう大丈夫かな、もうこれぐらいでいいですね、うん、あんまりお掃除しすぎたらねお肉バラバラになるので、うんうん、これぐらいのあのその筋とかは全然気にしなくていいです、この白い筋は食べられるので、うんうん、柔らかいし、まあ、気になる人はちょっと取ってもらってもいい、うん、これでようやく下処理完成と味が染み込みやすい方がいいですよね、はいはい、裏向けてもらって包丁をこのように持って、うん、穴開けましょう、味が染み込むのでフォークとかでもいいんですけど包丁の方がいいですね、せっかく持ってるので、これで味がよく染み込みます、はい、そしたらやっとこの唐揚げの大きさに今から切っていくと、
大変でしょ、唐揚げ作るのって手間なんですよ、ね、これでようやくスーパーでこんなの売ってるのを買ってると思うんですけど、うん、ここまでしてようやく唐揚げの下準備ができます。これで、でまたこう触りながら筋ないかな、硬くないかな、で切っていくと、はい、はい、このようにしてやっていってください。でちなみにこのちょっとね、鶏肉ってニュルニュルするでしょ、うん、でこれお掃除するときに手をね切っちゃったりとかちょっと滑っちゃったりする人本当に多いんですよ、うん、そういう人おすすめはちょっと半レイトしてください、うん、そしたらシャリシャリ切りやすい、ちょっとつるっと滑りにくいので、ちょこっとだけね冷凍庫にお肉入れてあげて、ちょっとお肉を硬くしてあげたらお掃除もちょっとだけしやすくなります。はい、ということで鶏肉のお掃除が無事に終わりました。そしたらこれから唐揚げを作るので調味料を作っていきたいと思います。でここで大事なポイントです。必ずニンニク生姜はすりおろしてください。チューブは使ってはいけません。え、なんで？チューブのニンニク生姜は全然美味しくない。全然違います。唐揚げを美味しくしたいんであれば、ちゃんと生姜とニンニクを剥いてすりおろすこと、はい、すごく大事です。まあ大体唐揚げ作るってなったらね、1枚で作る人はいないと思います。大体2枚ぐらいだったら、普通のニンニク1個と生姜が1かけぐらいですね。生姜とニンニクをすりおろしていきましょう。はい、じゃあ続きいきましょう。ニンニク、生姜、すりおろしができましたのでやっていきたいと思います。まず大体ね、袋、ジップロックとかをね用意していただいたらいいと思います。今日6枚もさばいたので2、2、2に分けていきますね。はい、だから家に鶏肉ある、じゃあ唐揚げしよう、ニンニクしょうがない、じゃあやめましょうっていう、それぐらいこれがないとやってはいけません。ではこの中に調味料を入れていきたいと思います。はい、はい、お醤油と、用意するものはお醤油とお酒と、まあ、少量のごま油ちょっと大きいごま油なんですけど、うちは、はい、これで大丈夫です、まあ、卵を入れる時もありますが、どっちでもいいです。卵を入れた方がマイルドになりますね、はい、この中にお醤油入れていきます。1、2、そしてここの中に同じ量のお酒1、2、大さじ2杯ですね、はい、そして次がごま油は1でいいです。1で、これを今からもみもみして味をなじませていくんですけど、だいたい冷蔵庫で最低でも3時間、4時間、そんなに、はい、そう、味が染み込むのに時間がかかるので、今日晩ご飯を唐揚げにしようと思ったらちょっと早めに帰るとか、まあちょっと土曜日日曜日で昼間に仕込むっていう風にしていただかないと味が染み込まないです。でしっかりこう閉じていただいて、もみもみしていきます。ニンニク生姜を行き渡らせるように、はい、はい、もうあとは揚げるだけ。はい、これ前日やって一晩寝かせても大丈夫なんですけど、そしたらちょっと味が若干濃くなるので、はい、できたら目安半日がいいです。半日、前の日の晩で次の日の、まあ、昼とかだったらいいけど、丸一日寝かしてしまったりとかするとちょっと味がだいぶ濃くなってしまうので、うん、はい、こんな感じで冷蔵庫で最低3時間寝かせてあげてください。はい、では揚げていきたいと思います。油なんですけど、私が使ってるのは米の油か、もしくは太白ごま油といって、ごま油の中でも白のごま油使いますね、はい、で大体温度は160度とか70度の中温と言われる温度で揚げていきます。美味しい唐揚げの秘訣は2度揚げです。ちょっとシュワシュワと出るぐらいかな、もう少しですね。片栗粉で揚げていきます。ちょっと竜田揚げ風お肉をここにちょっとぴょんとつけて揚げます。で1回目が160度ぐらいでじわーっと温
げる時間で言ったら3分とか、うん、でそれを1回取り出して、そして高温にします。180から200ぐらいのめちゃめちゃ高温にして、もう1回入れると表面はカリカリ中ジューシーっていう唐揚げになります。はい、まずは160度ぐらいの低温ですね。温度計がある方はその温度計で測ってください、はい、温度計ない方は、まあ、目安としてはお箸からシュワッと泡が今出てますね、はい、これぐらい細かい泡がシュワシュワシュワーっと出てくるぐらいです。大きな泡になってくると180度ぐらいなので気をつけて、これで揚げていきます。つけておいた唐揚げ、はい、これをですね、片栗粉をつけてあげて、うん、はい、まあ、ちょっとはたいてあげて、じゃあ今度、はい、片栗粉をつけて、はい、ちょっと、すごい大事なポイントが油の量をたっぷりの油でやってください。これケチったらすごい大事なんですよ。結構皆さんケチってしまう人多いんですよ。ケチってしまうと十分に火が入らなかったりとか、うん、早くいっぱい揚げたいなっていう時に、うん、いっぱい入れすぎると温度が160とか120とか30に下がっちゃって、うん、ちょっとベタついた感じになるので、はい、まあ、大体油に対して入れていいお肉っていうのは、まあ、6割ぐらい、半分よりちょっと多いぐらい、6割7割ぐらい入れていただいたらいいです、はい、あんまり入れすぎないように気をつけてください。浮いてるね、いい感じですね、うん、はい、この色は白いです。低温で揚げてるので結構ね、そこに若干くっついてるするので混ぜてあげて、はい、ちょっとお肉がね、ポカッと浮いてきます。浮いてきたら中に火が入ったよってサインなんで、はい、時間でいうとこの、まあ、3分とかそれぐらい、はい、取り出し終わりました。はい、そしたらすごくすごく大事なポイントは、はい、これ衣ありますよね、はい、衣とかってこれちゃんと取ってあげましょう。うん、こまめに取ってあげないとこれが焦げてしまうので、油の酸化がこう進んでしまうんですよね。油を2回3回使いたいじゃないですか、うん、ってなった時にこの余計なね、まあ、大丈夫です、余計な衣とかが中に入ってると結構黒くなりやすいので取ってあげます、はい。で次はさっき言った通り200度なんで強火にしていただいていいですか。はい、はい、マックスにしました。はい、ちょっと待ちます。お箸をつけてみて炭酸飲料ぐらいシュワシュワシュワって強い泡が出てきます。はい、イメージで言うとこのウィルキンソンとかウィルキンソンコカ・コーラとかぐらいの大きな泡がシュワシュワシュワって出てきたら200度ですっていう意味なんで、はい、そしたら揚げていきます。お箸チェック、はい、いいよ、大きな泡になりました。本当や、はい、じゃあ、はい、火加減に気をつけてお肉を入れましょう。ちょっとね、火加減強すぎるのでちょっとだけは入れます。だいたい200度近くになったんで、はい、入れてください。おー、ちょっと音がうるさいんですけど、はい、頑張って入れて一歩足を引きましょう。はい、ちょっと手が上がることになります。はい、はい、1分待ってください。はい、私としてはこのバチバチいう音が消えるまで、はい、いらない水分が飛んでます。はい、ございます。音が静かになったら、静かになったら余計な水分が溶けました、カリッと上がりましたってサインなんで出し上がりです。色がさっきより全然いい、はい、ちょっと色がすごく綺麗です。すごい綺麗、はい、こんな感じです。すごい、すごくジューシーに仕上がります。火が入ってますよね、うん、うん、で外はすごくカリカリで中はものすごいジューシーに仕上がってます。はい、ということで唐揚げの動画を見ていただきました。いかがだったでしょうか。すごく衝撃的な映像が多かったかもしれません。鶏肉というのはですね、結構そういうね、いらない油だったり筋だったりとか、ちょっと硬い関節、こう歯に引っかかるような関節があったりするんですね。これをちゃんと取り除く、これを全部捨ててしまう、ちゃんとね、お掃除をするということが大事なんですね。お料理がね、すごくね、めんどくさい方はついつい買ってきた唐揚げとかね、お肉をすぐ味付けしてしまってすぐ揚げてしまうんですけども、丁寧に丁寧に下
処理をして、そしてちゃんと味をつけて冷蔵庫で寝かして、そして2度揚げする。これがもう本当に大事なので、ぜひ唐揚げをね、美味しくしたい方は今日の動画を見て実際にやってみたら、もう本当に今までと違うぐらいびっくりするぐらい美味しくなるので、ぜひ作ってみてください。ということで今日の動画は以上になります。この動画が面白かった、ためになったという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。その他私の活動に関することとか、いろいろね詳しく知りたい方は動画の下の概要欄にいろいろ貼ってますので、そちらをチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。